2021年1月17日、歌舞伎俳優の当時市川海老蔵さんが自身と SNS を更新して、この日歌舞伎の本興行では史上初となる初春海老蔵歌舞伎の千秋楽の生配信を終え、一緒に出演していた長女麗華ちゃん、市川ボタン、長男勸玄君への思いを語っておられました。海老蔵さんは「ほ」のタイトルでブログを更新し、とりあえず「ほ」、本当に「ほ」、「ほ」しかないと記し、コロナ禍の中一人も休演することなく千秋楽を迎えた心からの安堵の気持ちを吐露されていました。インスタグラムでは、今日は晩ご飯前にこんな感じ、よくやったからいいよと続く、自宅で焼いたパンケーキやアイスクリームを食べる麗華ちゃんと勸玄君の写真をアップされました。さらに晩ご飯と題したブログでは、いただきます、本当はインスタか YouTube ライブしたかったのですが少し疲れたので控えときます、ありがとうございます、食後は2人を褒めちぎりますと綴り、同公演の藤娘で見事な舞踊を披露した麗華ちゃんと、橋弁慶で凛々しい牛若丸を演じた勸玄君への思いを語っておられました。これらの投稿には立派にお舞台を務められてうるうるでした、満足な顔、嬉しいですね、素晴らしい機会をありがとうございます、映像も音もトークも素晴らしくて泣きっぱなし、初めて歌舞伎を見ることができました、感動しましたと、二人への称賛や生配信への感謝のコメントが寄せられました。あのコロナ禍の中、麗華ちゃんも勸玄君も舞台を務められたのですね、無事務められたのは本当に良かったですね、さぞほっとされたことでしょう。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。